王家の試練。はい。あ、あれかな？あ、そうだね、いるね。あいついるわ。だいぶ飛んだな。サザンピーク長か。なるほどね。王家の試練に巻き込まれた。アルゴングレートが立ち居たからだった。え？おー、アルゴリザートですよ、それどう見ても。画像がアルゴリザートですね。アルゴングレート来んの？合体モンスターワークみたいな。ヤマタみたいな感じかな。この昨今から持ってたチーム作りなんですけど、あんまりふざけられることができなくなってきました。なんか難易度がどんどん上がってくんですよね。まあ当たり前なんですけど、DLC がどんどん後付けで出てくるんじゃん。だから難易度も相応にどんどん上がっていくじゃん。あんまりふざけたパーティーを作ることができなくなりました。いいよ、2回攻撃。これ、あれ？これまさか？メッツ四刀流。あれ？これまさか？いやー、やっぱ向こうはアルゴリザート系統なんですよ。私もリザードいますから。はい。アルゴングレートはどこ？あれ、アルゴングレートどこ？なんかあれ？俺編集してないけど、なんか一応色濃かったよ、誰か。なんかあれ、なんかなるほどね。雨かける竜の剣技、雑魚敵でも振っていくぜ。はい、オッケー。おっと、打撃来たじゃんか。アルゴリザート打撃来たじゃん。なんかこ、ちょっと待って、コントラスト1対違う。なんかコントラスト違うんだけど。ねえ、編集してないんだけど。編集してないんですけど、僕あの、なんかコントラストが違いますね、一匹。アルゴングレートこんなんじゃないよ。おい、編集で俺なんかさ、アルゴングレート出さなくちゃいけなくなるじゃん。アルゴングレートがさ、出さなくちゃいけなくなるじゃん。違う、アルゴングレート、それ。さあ、キスコが回ったアイスクラッシュ。うん？アルゴリザートかん、だから、君がもしかして、グレートハート。うん。君はアルゴングレートだね。技が完全にアルゴングレートだと私は言っているけど、君はどう見てもアルゴリザートだと思う、僕は。一体攻撃なんだ。いい宝石落とすね。さてと。私もリザード。私はちなみに人型。おめえは獣型。私は人型。あーよいしょ！はい、弱点ですよね。ですよね。この私もリザードパーティーなもんでね。何より。はい、リザードも人型ですけど。さて、とりあえず、力負けはしなさそうだけどな。あれ、格闘パンサーには通るね、やっぱ。なんか違う気がするけど、まあいいや、格闘パンサーのお前は。なんか一部コントラストが全員違うんですけど、編集してませんよ、まだ僕。いつものコントラスト編集してないんですけどね。グレートハートしてくんね。すげえキス組んでるじゃん。なるほどね。綺麗な宝石すんごいキスコに見せてくるけどさ、メラミ。なんだろう、なんかね、あーなんか、そうっぽいなって言えばそうなんですけど、なんか違うんだよな。音速の拳。なんか君もなんかコントラスト違うんだよな。格闘パンサーくんのなんかコントラストちょっと違うんだよな。さあ、アイスクラッシュ、キスコ、今度はそいつに、ぐるぐる。うん、キスコキスコ大丈夫。リザードマンはやってくれます。デインを確定、ね、的確に当ててくれる。はい、的確に300打点。うわーよいしょ、ないねー。信用におけ、いや、リザードマン信用におけるんだよな。おめえらみたいなリザードって違うんだよ。はい、ギガスラッシュ。いやー、アルゴングレート出せなかったか、にしても。ヤマタノオチみたいにできなかったか、さすがに。リザードファッツとかいるんだからいけるかと思ったんだけどね。無理か、さすがにそれは。脅かす。まあ。大丈夫でしょう。力負けはパッと見しなさそうではある。さすがに。アルゴングレートもう一つの技なんだ、逆に。いやー、キスコ、それ多分ダメだに。うん。ああ、いやー、まあ、なんか完全にコンパチみたいなダメージだな、今。大丈夫。ここでデイン落として300打点の何かしらでもう終わるよ。はい、デイン、ああ、よいしょ、完璧。いいねー。ラストに、ここで、ファイナル。何チャゴス見てろよ。おらチャゴスいらねえよ、この試練。もう全部こいつで一人でよかったんじゃないかな。追跡の果てに。おや？第5章だよ、まだ。え？今どこそれ？海辺の教会じゃん。海辺の教会から行くんだね。
闇の結界を打ち、魔性洞窟をウドマキスを追い詰めた勇者エイトと仲間たち、打ち止まれた杖を取りますので、ドルマキスを打ち倒すのだ。あ、闇の遺跡じゃん。ここにね、ボスがいいんだよ、ボスが。ここにお世話になったわ。ハルクとボス。行きますかね。まあ、この辺りで使っちゃいましょう。私のお気に入りでございます。もう説明不要でしょ。さあ、来た来た。4500、4600、あれ ?4600 じゃなかった君。ん?あれ?あれ?あなたは?待って、あなたあれじゃん。懐かしいね。久しぶりだ。久しぶりじゃん、お前。あれ?お前忘れ、お前忘れ去られた存在だったよ、正直。え、誰こいつって言われちゃうよ、君。君は誰こいつってマジで言われる。うおー、不敵な笑い。お前あれじゃん、人間姿ドルマゲスじゃん。 DLC だから、え、何これ、どうなの。怖っ。そういうことか。あ、怖い怖い、びっくりした。止まるのかと思った、一瞬。え、人間型出んのか。 DLC だからできた技じゃん。いやー、忘れず、お前久しぶりだな。俺は全員2だわ。はい、炎弱点取っていく。へえ。そうだよね、もう2になってから誰もいなくなったから、うん、なんか鳥みてえな形態しかいないからね、2では。へえ。3人に分身したりしないの。いや、これ1回はね、ちょっと調子悪いよ、新ハヤブサギリ。新ハヤブサギリ。これちょっと待って、逆につばぜり合い気になんな。つばぜり合い気になんない。あ、いや、待って、オーブねえわ。ごめん。オーブない。左上。左上今見たら分かったんですけど、オーブないっす、こいつ。なんだよ、オルゴデミーラみたいにさせてくれよ。オルゴデミーラできてたのに。さすがにワンから続投やったか。ワンからそのまま引っ張ってきたからかな。左上にね、邪悪の気配。お、え、待って待って。新技。かっこいい。これ絶対サムネじゃん。弱。ああ、ごめんさい。ごめんさい。ごめんごめんごめんって。なんかこういう時に使える技ってないね。こういう時になんか使える技ってあんまないんだね。そうか。つばずれしたかったな。いやー、でも待って待って。次のターンまで耐えれば勝ちだから。いや、なんかしらの技を。ドルマゲスの呪文。え、でも呪文もあれ、あれ、マヘドだけだっけ。マヘドぐらいしか使わないよね。確か、ベホマラーとか、ベホマラー使うの覚えてる。ドルマゲス人間体の技的に考えたら、ベホマラーは絶対無理だとして、マヘドか、あるとしたらね。いや、技もね、まあ、新規というよりはね、復活と言うべきなんかな。いや、待ち望んでたり、これ。ベギラゴン使うか。ベギラゴンするか。え、どうする。 HP は十分ある。なんか使っときたい。なんか SP 使おうぜ。でもなんか、強っ、強い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 。ちょっと待って。怖い。マジバ。何かしら使っとこう。ちょ、ベギラゴンが意外と強いぞ。普通に強かった。マジか。ここはね、ここはとりあえず備えで、備えておく。お前さ、ねえ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 、主人公、新ハヤブサギリ使おうって気にはならないの、君は。強っ。風弱展開。なるほどね。まあ、このターンに、凍てつく波動、つか、わかんねえ。モンバトだからっていう意味でも、わかんねえな。何使ってくるの?できれば、はい !OK! よくわかんねえけど、読めたっぽいぞ。よくわかんねえけど、読めたっぽいぞ。レギュラーゴンめっちゃ打ってくんじゃん。よし。まあ、これは勝ったね。いや、つばずりは逆にしたかったんだけど、オルゴデミーラみたいにしたかった。で、負けたら DLC のせいにするからね、これ。オルゴデミーラ、つばずりは長かったからね。盾無双?ん?はい、勝ちへぇー。いや、こんな再現あるんだ。再現というか、全然再現してないけど。再現じゃねえわ。こんな復活あるんだね。まあ、ドルマゲスに対してね、因縁はいろいろみんなあるんで。ここはちょっと、まあ、ジェシカあたりで行ってみましょう。どうせ最後はね、ドラゴンソウル連打すると思うんで、ここら辺でジェシカ挟んでおきましょう。マダンテー。はい。でも待ってよ。ちゃんと人間姿用意されてんだろ。先が読めてきたわ。
でもすごいね、その再現初めて。ちょっと待って、飛ばさずに見よう。いやー、このモーションも久しぶりだ。悲しいなぁ。闇の道化師、まあでしょうな。あれでさ、なんかさ、もう終わってたらさ、あーって5章で終わりみたいな。そんな手抜きの DLC は認められませんので。いや、まあ出るでしょうね。はい。逃げよう。守れつつかせ、ドルマゲスを倒せ。まあ、それぐらいしか言うことないわな。悲しいなぁ。もうこの携帯の方がみんな知られてるからな。人間体がね、全然知られてないんだよな。だいたい、このパーティーが使われるのっていうのは、レジェンドクエストの中間あたりでいっぱい使われてる。なんかさ、これレジェンドクエスト中間あたりでだいたいこれ出てくるよね、なんか。はい、いつものです。でもポイント減るんじゃなかったっけ？勝てたからいいや。だいたいこのチーム本当にさ、なんかレジェンドクエストの中盤、中ボスぐらいの時に出てくるよね。なんかテリーしかり、オルゴデミーラしかり、エスタークしかり。つまりそういうね、中間のね、清掃にね、はい、中間の清掃員って言われてます。よろしくお願いします。大丈夫かな？怖いな、火力。避けるのでかい。あ、そんなにか。まあ、ドルマゲスは耐久型の魔王ではあるからね。さすがに、レジェンドボスやってもそんなもんか。まあ、もっと、ね、さあ、これでどんぐらい出るかですよ。大事ですよ。はい。大事や言うたやないか。大事や言うたやないか。アルミラちゃん、いけ、序盤のモンスターがどのくらい復讐なんて熱いシナリオ、いや強っ。やっぱ弱点取ってんな。弱点取ってるだけでこんな強いとは。まあ猛ダッシュでいいでしょう。冷たい息を打つ理由がほとんどないんで。はい、オッケー、あ、オッケー、ナイス。いいダメージ出た。取り返す取り返す、ここで取り返す。怖いのはなんかさ、ドルマゲスの時、人間対ドルマゲスの時もそうだったけど、ドルマゲスって賢さが高いんで、そこからマヒャドを撃たれたりするっていうのがやっぱ怖いよな。マヒャドは多分ダッシュラーいるから大丈夫と思うけど。さあ、1000万ボルト。いいねー、アルミラちゃん。500打点は強すぎる。やっぱ言うてた通り来たわ。でもどうだ、キラリカ君はとも食らうな。でもダッシュなんで経験してくんねえか、うまいこと。キラリカ君食らうと思うで。にゃん、わっ、結構食らうな。やっぱり強い。なるほどね。さあ、気候弾で。今度はどうだ、オッケー。15だね。当たれば出るんだもん、ちゃんと君は。ちゃんと君は当てればよかったんだよ。いや、でもこういう時のなんかさ、賢者の石とかあると便利なんですけどね。賢者の石とかないから、なんか、SP はパッと見揃ってるように見えるけど結構厳しいんだな。そうだな、ダメージは取れてる。ただし、こういう時の SP 負け筋ある、さっきみたいに魔波動を防ぐっていうのは一番いい手段ではあるのか。邪悪のアーム、これどんだけ食らうか大事やね。左角、おい、ナイス、それいいね、いいね、それでかいよ。回避率 16% だてじゃねえな、お前。はい、気候弾を打っていく。ちょっと待って、これ倒しそうだな、怖いな。うん、なるほどね。倒しそうで怖い、でもな。そうだな。倒しそうで怖かったよな。そうだよな。うん、なんかとりあえず打っとくか。スペシャルカード発動。そうだな、倒しきんの怖いもんな。なるほどね、とどめに一撃仕留めようとしてんな。マヒャドが一番負け筋だし、まあ、この辺り打っときましょう。とりあえず SP 使っときます。あれね、倒しきりそうだなと。ああ、答えてくれるね、君たち。なんか、君たち答えてくれるよね。イテハ怖いよ。ちょっとイテハが怖いんだよな、でも。君たち答えてくれるね、なんかこうしてみると。だから言うた通り来たじゃないか、どうしてくれんの？マジバの上からいつかどう？キラリカ君の気候弾当てて勇気回収すれば、一応これは圏内は。さあ、キラリカ君、なるほどね。毒手ね。はい。毒手ね。はい。なんやこれ。おい、この技。勘弁してくれよ。勘弁してくれよ。たまた、オッケー。もう君たちはね、なんかね、常に俺の発言に応えてくれる。見てください。ヤンガスの登場です。今度はヤンガスの一撃。受けてみろ。行くぜ、ヤンガス。腕組んでるぜ、こいつは。よし、頼むわ。今度はヤンガスね。君らあんな子に投げる、今。さあ、行ってこい。お前の一撃。烈風獣神さん。
実際問題ドルマゲドンに想定マザンばっかり打ち込んどったらな、カブト割と想定マザンしか打たへんあいつ。まあ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 、さすがこのチーム、やっぱね中盤に期待に応えてくれるわ。よーし、勝負あり。